続きですね。そんなことで、フリーエネルギーで、私が作るのにね、サンデープリンターは必要でね、いろんなエンジンとか作りますから、サンデープリンターで、アルミニウムの針金でね、700度ぐらいで溶かして、普通のサンデープリンターを改造するとできますので、アルミニウムサンデープリンターができます。それで私が作りたかったのは、フリーエネルギーで使うサンデープリンターですね。だから金属加工は簡単にできるんで、ちょっと改造するだけでね。